ラジェントホテルは大和ハウス工業が建設、運営するファミリー向けホテル。千葉県と大阪府にそれぞれラジェントホテル、東京米、ラジェントホテル、大阪米がある。2015年には日本を訪れる外国人旅行者数は過去最高を記録したように増加傾向にある。2015年の宿泊施設の客室稼働率は国土交通省観光庁の2015年。 宿泊旅行統計調査によれば、東京都で82.3%、大阪府で85.2%と、全国平均と比較しても、非常に高い値になっている。大和ハウス工業は、こういった事情を鑑み、また東京ディズニーリゾート、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを要する千葉県浦安市と大阪市に、ファミリー層をメインターゲットとしたホテルの建設を決定した。 大和ハウス工業が土地を借り上げ、建設と運営を行う。プレオープンは2016年12月23日から、グランドオープンは2017年3月1日。一部の客室では1部屋に、最大6名が宿泊できるようになっており、また、洗い場付きのバスルームを設置するなど、ファミリー層のニーズに応えている。ホテルのメインターゲットを、東京ディズニーリゾートを利用される。 宿泊客と設定し、新浦安エリアで最も手頃な価格での提供を行っている。また、ホテル滞在中は、滞在時間の大半をベッドで過ごす客が多いと推測し、顧客満足度向上の決め手として寝具に力を入れている。通常、ホテルの寝具は、ホテルの買い取りが多いが、ラジェントホテル東京ではよりメリットが多いとして、寝具を レンタルサービスを利用している。建物は地上3階建てであり、ツインベッドと2段ベッドを備えた4ベッドルームタイプを中心に和室タイプなど全291室を用意する。最大6名が1部屋で過ごせるようになっている。客室もある。館内にはラウンジ、コインランドリー、自販機コーナーがある。ラジェントホテル、東京米に関するカテゴリー、土地所有者は 住友商事であり、建物の持ち分の一部を住友商事に売却することで、ホテル事業は共同で行う。プレオープンは2016年11月25日から、グランドオープンは2017年12月20日。建物は地上3階建てで、客室は全129室であり、各フロアごとに、ブルーム、スペース、ジャングルといったコンセプトが設けられている。また、 客室にはキリンやジャングルをイメージした壁紙が採用されている。館内にはレストランやコインランドリー、自販機コーナーがある。ラジェントホテル、大阪米に関するカテゴリー、ありがとうございます。